はい、どうも。今回の気になる男補足動画ですけども、私が以前ね、商売していた街を紹介しようと思います。えー、これが広島ですよね。ちょっとクローズアップしていくと、広島の中でも、こういったところがね、見えてきます。中国5県のうちの広島ですね。はい、じゃあ次もうちょっとアップするとこんな感じになります。えっ、ー、とね、ここに広島駅があるでしょ新幹線など止まります。で、平和公園、原爆ドームが、 この辺りにありますね。で、私の商売した街っていうのは、ここ本通り、ここです。本通りの近くに、えー、この広島城もありますね。本通りから歩いて5分ぐらい、歩いて10分ぐらい、歩いて15分ぐらい、こんな価値、あの、位置関係ですね。広島駅から本通りまで、おそらくね、1000円ぐらいでタクシーでも来れるんじゃないかなと思います。で、私の行動範囲っていうのは、主に、 当時このぐらいでもっと言うとこの辺りに限られていましたこの辺りこうですこの辺りかな飲みに行くときはね流れ川がありましたんでこんな感じでございます本当にこんな狭いところで暮らしていた15年になります今の行動範囲よりもすっごく狭いですねはいじゃあもうちょっと画像の方を見ていきましょうかえーとこれかな これ本通りをクローズアップしたところです本通りっていうのがありましてね、えー、毎日10万人ぐらいがこの本通りを歩くそうですこういうふうにねで、えー、とこの矢印が書いてあるところが私のお店兼本社が入っていたところになります、えー、レインボーマルアビルっていうののね2階だったんですけども1階がファミリーマートで3階がカラオケ4階がカラオケって感じで2階に私の オフィス、そしてお店がありました。で、私の住まいはここから歩くことを、またね、5分ぐらいの、袋町公園の正面に、あの、マンションを借りていましたね。久保広ハイツってマンションです。で、今度はその久保広ハイツを紹介します。これです、久保広ハイツ。ここのね、7階に入ってましたね。ですんで、これ、袋町公園っていう、ちょっと大きめの公園から撮影したんですけども、ここからね、エレベーターで上がっていただいて、 7階でっか塾がスタートということでございますね場合によってはお店が近いですからお店の方で待ち合わせすることもありましたけども、まあ、このオフィスに来ていただくとっか塾の講義が受けれるということになりましたね懐かしい久保広ハイツって言ってね私の名字が使われてますんで私が周りでねこのビルのオーナーのようにね感じさせることもできたという効果もあってここを借りましたっか塾が始まった次の月にはもうここを借りてたんですよ家賃が10万円ぐらいだったんですけども それまでの家賃は3万5000円でしたけどねしかも滞納してたんですけども1か月で一気に資金状態が良くなったんであのセミナールーム付きのこう借りることができました間取りとしてはね本当にねこんな感じですよ当時の間取りでえっ、ー、と12畳ぐらいの部屋があってでこっちの方に寝室が1部屋あってでキッチンがこうついてましてねで、えー、玄関がこういうふうに入ってあるという感じです で、マンションの特有の鉄の扉があってでここがエレベータールームです他の部屋もねありましたんでね2か所ぐらいありましたんで、えー、全部屋あの角部屋っていう感じですでこういう風に暮らしていたわけですけどもここにねホワイトボードを置いてでここに作業用のデスクを並べてでお客様をお迎えするソファーセットがここにあってって感じです 懐かしいな。で、ここで、なんか生活スペース。ただベッドを置いて終わりなんですけどもね。本当にだから、セミナールームに住んでいるみたいな感じで、そっか塾が運営しておりました。はい、それではね、ハワイで衣装を売るっていう話をしましたけども、それを YouTube で検索すると、トップにこれが出てきました。8年前の動画です。ハワイで衣装を売る。視聴回数もね、214回と、さえてないですけどもね。で、これ深夜1時に撮影してますね。うん。 私も若いというかあんまり変わってないですね。<laughs> 本当にこの人が1億円稼いだんだろうかみたいな顔してますけどもね。で、ホワイトボードを使いながらね、講義を当時はやっていたって感じです。このホワイトボードがものすごくお金を生んでくれました。で、もう一枚ぐらい行ってみましょうか。えっとね、ハワイで石を売るを検索すると、3番目か4番目にこれも出てくるんですよ。 昨年の吉谷さんとのやりとり、億万長者合宿の中でも、この話を紹介したことがありまして、それが出てきましたね。こちらの方は視聴回数が53回と、さらに冴えないということでございます。まあ、ここ2年ぐらいで視聴回数は一気に落ちまして、まあいろんな要因があるんでしょうけども、私がアクセスを集めに行かなくなったってことが多いですね。はい。で、タカさんからのメールなんですけども、146話の、こうね、補足の、 メールですけどもお金を稼ぐってことについてまあ金稼ぐのは甘くないっていうことなんですけどもうんだからねお金を払うのに甘々な人を狙うんだったらそれはねお金を稼ぐのが甘いって話になりますけども多分私たち YouTube で何かねあの商売をするってことは結構お金にシビアな方とか自分で価値の高いものっていうふうに判断できる人。 そういったものにしかお金を払わないよって人が集まってくる場所が YouTube だと思うんですよそれこそ田舎の,あの独居老人とかをね訪問販売するようにはい,かいきませんからそう考えていくとしっかりとビジネスを構築してセールスとかプレゼントとか信頼関係を作っていかないと物は売れないんだろうなと思うんですよでそれをですね YouTube をいっぱい作ることによって たまたま視聴してくださった方の心を掴んでそこに商品を販売していくって形なんで、えー、結構ねそういう意味で言うとあの YouTube のプレゼン技術とかトークスキルを身につけないとすぐに売り上げが頭打ちになるんじゃないかなと思うんですよだから喋りが下手なままでもダメですしね自分のエピソードが少ないままでもダメですし経験知識はそれなりに積んでビジネスの成功例をたくさん紹介できるようになっていかないと あの主張してくださった方が自分とは違う現実だなっていう風に感じてしまうんですよ。だから、あ、俺にもできるかもって思わせないといけないんで、例えばハワイで石を売るって話しましたけども、ハワイで石を売るなんてね、もう相当条件不利じゃないですか。でもそこまでいかなくても皆さんの状況はそこよりもだいぶ有利でしょだから大丈夫ですよって。不利な状況でも研修中のハワイでね、石を売るようなことができる私ですから。 あなたのお金を稼ぐ問題解決は十分できますよっていうことでまあ一緒に考えていっても頼りになりそうだなと思っていただくってことねそういったことでしょうかねで本気になってやってるとちゃんと視聴者がついてきてくれるんだなって感じる部分があると思いますけども本気だからって言ってついてきてくれるとは限りませんからねうんだから本気である上に ちゃんと心をつかんでいく技術も身につけていくことが求められるかなと、うん、もっと言うとね本気よりも大事なのは視聴者さんの心をつかむってことなんですよねだから力を抜いて一緒に楽しんでいく共感力ってのもいるんだろうなと思います血まの子になってセールスをかけて,ても逆にお客様っていうのはねあのまあセールス目的なんだねってことで信頼を手放す可能性もあるわけですよ だからいいあんで自分の懐に巻き込んでいかないといけないですし相手の懐に入っていかないといけないのかなってことを考えるとそういう意味ではね簡単ではないと思いますけどもでもこれ一回身につけたらあとは簡単ですからそもそもそれまで会社勤めをしていて人の心をつかむとか人の気持ちを変えるっていうスキルがあれば上司や部下ともめてないし会社もちゃんと交渉がうまくいって給料待遇とかっていうのは 自分の思った通りになるんですよでもそこに交渉が上手でも仕事をする実力が兼ね備わっていなければやっぱり給料相当額に落ち着くと思うんですよね。サラリーマン勤めをしながら月給をね50万100万にしたいと思うんだったらそれなりの技術と交渉力が必要ですし休日をたくさん持ちたいなと思ったら自分がいなくても他の人を育てて自分がいない間も自分と同じレベルで仕事が回るようにね。 整えてておくってことが、まあ、求められるでしょうね。でそういうふうな形で実は自分の環境における自分の問題っていうのは全部自分で解決できるっていうところを出発点にすればビジネスなんて怖くないと思えるんじゃないですか。でましてやね恋愛をして結婚をして子供がいる要するに人の人生を変えるほどに魅力的だったわけですよタカさんは。奥さんをねしっかりと捕まえたわけですよ。 これは他の男性が誰にもできなかったことだとだ思いますですんで他の男性に誰にもできなかったことを成し遂げたたかさんですから他の男性がいくら根性を出して頑張ってもできなかったそんなビジネスをたかさんは作れていけると思いますよ今後もよろしくお願いしますそれでは補足動画は以上です